お世話になってまーす。板金塗装レッサー GT の時間でございまーす。今回はですね、インパラなどでよく鍵を入れなくても鍵が回ってしまうっていう風にね、言われることがあるんですけれども、ちょっとそれについてご説明していこうと思います。はい、これね、ちなみに、まあ今はね、コルベアの中なんですけども、まあこれ、インパラと一緒で、実は鍵が刺さってなくても、回っちゃうんですよね、これ。でね、よく言われるのが、あ、インパラ僕の車って、鍵が刺さってなくても回っちゃうんです、壊れてるんですっていう風にね、言われている方、安心してください。これね、インパラとか古い車、全部鍵がなくても回ります。これってじゃあセキュリティどうなのっていう風にね、思う方よくいると思うんですけれども、もうね、いきなり答えを言っちゃいます。実はこれ鍵がなくても回るようになってるんですよ。そして、じゃあどういう風に回らなくするかっていうと、鍵をこっちですね。鍵を挿してもらって、左側に回す。そうするとね、ロックになるんですよね。そうすると、もう鍵がないと回りません。多分なんですけど、まあアメリカ犯罪が多いからかよくわかんないんですけど、ここにね、鍵を挿さないで、挿したまま乗らなくてもいいように、わざとこういう風にやったんじゃないかなっていう風に思います。だからこれでロックを一回解除してやると、あとは、回ります。はい、ロックをしてあげるともうねオンにならないんですよね。だからこれが普通なんで、皆様安心してください。逆にこれの方がもう回らないのでセキュリティは高いと思います。ということで、まあロックちゃんとね、車を離れるときはロックしてあげると意外といいと思います。で、今回結構ね、この鍵のことを言われることが多いので、ちょっとそこら辺をお話ししてみました。そして、あとね、ちょっとアメ車面白いのがあるので、ちょっと紹介していきます。はい、じゃあね、次、何が面白いのかっていうと、見てください、ここ。日本にはよくあるシステムがついていません。これ以上ね、後ろに倒れないんですよ、これ。前にしか行かない。後ろに乗るために前には行くんですけど、こう後ろに倒れるのなんて言いましたっけ？あれですね。そう。日本の車には絶対ついてる。こう寝るときにね、後ろにやるのがついてると思うんですけども、それがアメ車というか古いアメ車はついてないんですよ。で、これはなんでかっていうと、やっぱ当時なんかね、すごいレイプが多かったらしくて、それをさせないためにここを倒せないようにしてるっていう話があります。まあね、ちょっとこれは本当かどうかわかんないんですけれども、まあ一応そういう話があって、後ろに倒れないようになってます。ちょっとこれなんていう名前だったか、まあ、ど忘れしてるんで、そこら辺突っ込むのはやめてください。まああとね、古い車に限らなくてもそうなんですけども、すごいいっぱい鍵にキーホルダーをつけてたりすると、ここの中のこうね、揺れてしまって接点がね、悪くなってしまって、例えばこうやって普通に走ってる最中にエンジンがいきなり切れちゃうとかね、そういう症状になりかねないので、できるだけ鍵っていうのは本当は重くない方がいいです。まあキーケースに入ってるんだったら、キーケースからこうパコンってやってあげたり、まあインパラとかだったら本当に抜いて、一回一回ロックから解除だけしてあげて抜いてあげた方が、ここのキーシリンダーに負担がかかんないので、トラブルっていうのがね、圧倒的に少なくなると思います。まあ車屋さんになるとね、こういっぱい鍵をつけている人もいるんですけれども、まああんまり良くないかなとは正直思います。まあね、それでずっと運転してるわけじゃないんで、まあまあそこは大丈夫だと思うんですけども。まあ一応ね、それは僕が個人的に思うことなので、今回ちょっとお話しさせていただきました。はい、ということでね、今回はね、僕のは鍵が回ってしまうんですっていうことをね、たまーに言われたりするので、まあこれが真実だよということですね。まあ実際みんな鍵がなくても回ってしまうというか、それがそういう仕様になってるということで、覚えていただければと思います。そしてちゃんとロックをすればもう回らないので、それで安心して、車を離れることができます。あとね、実はもう一個面白いセキュリティ方法っていうのね、できるので、まあちょっとね、それも紹介しようかなと思います。まあ例えば古い車でまあ簡単に鍵回ってしまうとかね、まああると思うんですけれども、例えばそういう時にエンジンをかけなくするっていう風にもできるので、ちょっとそれ紹介していきたいと思います。
ちなみになんですけど、これはその装置じゃないんですけど、メーターを設定するときに使うスイッチなんですけども、例えばこれを押した状態じゃないとセルが回らないっていう風に簡単にやることもできます。で、このスイッチを例えばいろんな自分の分かってるとこだけに隠しておけば、他の人はエンジンかけれなくなるっていうことはできるので、まあそういったセキュリティ方法もできます。まあこういう例えば普通のこうね、セダンタイプというかクーペタイプとかね、この窓が閉まるタイプだったらもちろんいいんですけども、コンバーのままでそのまま置いて、まあ駐車したりする時っていうのは、ね、結構あるので、まあそういう、まあ、細かいセキュリティっていうんですかね、まあスターターが回らなくなったりするっていうこともね、簡単にやることができます。なので、まあ少しでも参考にしていただければと思います。はい、もしね、そういうことをやってほしいという方がいれば、ぜひ言っていただければと思います。まあ費用的にはね、1万円とか1万円5千円とか、まあそれぐらいで簡単にできてしまうので、興味あるよって人はご連絡くださいということで、まあこれからどんどんね、こういうアメ車関係のまあ不思議な部分とかもまあ発信できればと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンもお願いいたします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。